こんにちは、イズチャンネルのイズです。このチャンネルでは 3D CAD やデジタルツールを使った情報を発信しています。この動画では COVID ベンティレータープロジェクトの人工呼吸器のパーツを 3D プリントで作る方法を紹介します。この動画は2020年4月2日に撮影しています。感染拡大を続けている新型コロナウイルスですが、感染者増加に伴って医療品が不足しています。特に重篤患者の生命維持に必要な人工呼吸器が不足しており、医療現場は深刻な状況になっています。そこで 3D プリント技術を使って人工呼吸器の供給を増やすため発足したのが COVID ベンティレータープロジェクトです。日本人医師の協力のもと、人工呼吸器のデータが無料で公開されて、 3D プリンターがあればどこでも誰でも人工呼吸器が製造できます。しかしまだ素材や品質、生産できる数などを検証する必要があるため、多くのサンプルが必要になっています。そこでこのプロジェクトでは協力者を募集しています。私たち 3D プリンターユーザーがデータを印刷して SNS にハッシュタグ COVID ベンティレーターとつけて投稿することで人工呼吸器の開発に貢献できます。そこでこの動画で人工呼吸器のパーツを作る方法を紹介したいと思います。はい、それでは早速人工呼吸器を作っていきたいと思います。前回の動画でもあげたんですけど、この人工呼吸器の基本的なこの2つのパーツ、これをまず 3D プリンターで出力します。データは概要欄に貼っておきます。で、必ず ABS で印刷してください。で、次に人工呼吸器の中に入れるバネの部分を ABS で作っていきたいと思います。で、バネの部分は出力じゃなくて、今回はこの ABS のフィラメントをそのまま作っていきます。で、バネを作るときにフィラメントを巻きつけていく、この螺旋状が入っているこのパーツを使っていきます。 ABS のフィラメントはこの 1.75mm、 そして 40cm の長さを用意します。おそらく最後にカットするので、まあ、大体長さは 40cm ぐらいでいいと思うんですけど、一応巻き尺で測ります。 OK、 ここでカットします。はい、約40センチのバネができました。先ほどのパーツにフィラメントを通していきます。と、螺旋の始まりの部分、ここかな？ここにまず通していきます。そうすると通して、で、この螺旋のガイドに沿って巻きつけていきます。この時、指の腹でフィラメントを押さえながらガイドに沿ってこう回していくとうまく巻きつけそうです。でもこの溝にぴったり 1.75mm のフィラメントがはまるから結構巻きやすい。はい、で、最後まで巻けたらここの部分に溝があるので、このまま溝にフィラメントを挟み込んじゃいます。で、こんな風にフィラメントが作れたら余分な部分をカットしていきます。ここね、この一番後ろのところをしました。はい、こんな感じで巻き付けが終わりました。で、このフィラメントを螺旋状に巻いたんですけど、これを熱を加えてこの形に形状記憶させないといけないので、今から熱を加えていきます。ジップロックとか何でもいいんですけど、熱に耐えられるようなこういうビニール状の袋にこのフィラメントを入れます。で、しっかり封をしてください。はい、こんな感じで袋に入れて電気ポット内または保温可能な容器内で80度以上15分以上放置します。この今沸騰させた家庭用ポット、これにこの袋を投入していきたいと思います。そのまま入れちゃいます。やけどしないように、はい、で、急いで蓋して保温します。これで約15分間放置します。ポットの蓋を開けていきます。だいたい水気を取ってこのフィラメントを外していきます。で、してあげて、はい、こんな感じでこのバネもフィラメントで作れました。すべてね、この呼吸器は 3D プリントでどこででも印刷ができるように、そして製造ができるようになってます。まだまだ協力者を募集しているので、この COVID ベンチレータープロジェクトに 3D プリンター持ってたりとか
プリンターを手軽に使える人はぜひ参加してみてください。詳しい概要はこの概要欄に貼っておきます。それでは、いじでした。